野戸半島地震からきのうで2ヶ月となり石川県の長谷知事は建設を進めている仮設住宅について今年夏ごろをめどに必要な住宅を完成させる方針を明らかにしました夏ごろまでにおおむね必要な住宅の完成を目指しすべての希望者の入居にめどをつけたいと思います 仮設住宅は先月末までに302個が完成しています。県は今月末までにおよそ4,600個の着工を予定していて、長谷知事は6月末までに完成させる方針を示しました。一方で、仮設への入居希望は先月22日の時点でおよそ7,800件に上ります。このため、県は4月以降も着工し、 夏までにすべての希望者について入居させる見通しだとしています石川県では今も1万1000人以上が避難生活を余儀なくされています